そこまでです、ミブロの峰さん。お前は？申し遅れました。私、英国で貿易商を営んでおります、トーマス・グラバーと申します。トーマス・グラバーだと。じゃあお前が竹氏と組んで薩長へ武器を流していた武器商人なのか。ほう、よくご存知で。竹地先生にはひいきにしていただいております。いや、坂本龍馬先生でしたかな。さて、こうして皆様の前へ伺ったのは、竹地先生のお仕事を円滑に進めるため、私も人肌脱ごうかと思いまして。つまりあなた方にここで死んでいただくということです。我が国自慢の最新兵器でね、未だに鉄の棒を振り回してる野蛮なあなた方には。ほう。覚悟はいいですか。やれ。
バカな。こんなもんか。まだまだ食い足りんで。トーマスグラ。調子に乗りよって。これならどうだ。これは。まさか生身の人間二人に。ええやないか。受けて立つ。起きた。はじめちゃん、しゃあないから竹千はあんたに譲ったるわ。その代わり、このおもろそうな一人で戦おうというのか。この兵器、この人数。はよ行けや。あんたにはつけなあかんけじめが。兄さん、それやっぱ恥ずかしいわ。行け、はじめちゃん。頼んだ。さあ来いや。今宵の菊一文字はよう切れるで。来たか、龍馬。竹地、ここを覚えてるか。おやっさんが死んだ場所だ。忘れるわけがない。この一年で土佐は変わった。だがここだけはあの日のままだ。俺がそうさせた。あの日おやっさんはな、俺ではなく龍馬、お前に土佐勤王党を託すつもりだったんだ。何？気づいてなかったか。お前はそういう奴だ。昔から人のために自分を投げ出してしまうくせに、手前のことになるとさっぱりだ。俺はお前のそういう甘さが許せなかった。そんなお前に土佐を託そうとしたおやっさんもな。お前は勤王党の名手でいたいがためにおやっさんを殺したっていうのか。前にも言ったはずだ。一回の合子が土佐を、ましてこの国を変えようと本気で思うなら、手段などこだわってはいられない。革命には血が必要なんだよ。お前やおやっさんのような甘いやり方じゃ世の中は変わらないんだ。だがおやっさんの考えは変わらなかった。だから俺はおやっさんの意志を引き継ぐためにおやっさんを殺したんだ。意志を継ぐために殺すだと、そんなバカな話があるか。お
おやっさんの意志は土佐を変えろってことだ。だがおやっさんはその手段にこだわりすぎた。血を流さない方法にな。だからおやっさんの意志を邪魔しているのは他ならぬおやっさんの存在そのものだったんだよ。おやっさんの目的を果たすために育てられてきた俺がその障害を排除するのは当然のことだろう。武市、お前こんなこと言ってもお前に理解されないのは分かってる。お前はおやっさんによく似てるからな。芹沢カムにおやっさんの暗殺を依頼した時から俺はお前の名坂本龍馬の名を語るようになった。なぜだか分かるが、俺とお前どっちが正しいのかケリをつけるためさ。俺は俺の信念を貫き死で世界を変える道を行く。新選組にいればいずれもう一人の龍馬の噂は耳に入るだろう。お前なら何もしないわけはない。坂本龍馬の名はお前への挑戦状だったんだ。挑戦状だと。坂本龍馬という人間は歴史を血で塗り替えた男として語り継がれるか、それとも吉田東洋と同じ道を歩んだ男として語り継がれるか。俺とお前のこの一年はその決着をつけるための時間だったということだ。どちらにせよ坂本龍馬は歴史を変えた男として名を刻む。おやっさんの意志を継いだことに変わりはないと思わないか。バカなことを言ってんじゃねえ。そんな勝負にどんな意味があるって言うんだ。俺にとっちゃそれが何よりも重要だったんだ。そのためならどんな手も使った。お前の動きは逐一報告させたよ。新選組の山崎、それに宿屋の女を使ってな。お寮のことか。全てうまくいっていた。お前が薩長の中を取り持ったこともうまく利用してこの国に倒幕戦争を引き起こす寸前まで持っていくこともできた。だが大政奉還まで成し遂げちまうとはな。あれには俺も奥の手を使わざるを得なかった。それで京へ日を。ああ。だがそれすらお前は乗り越えやがった。まさか本気の伊蔵すら倒すとはな。愛する女の裏切りさえ受け入れた。どこまで行っても変わんねえよ。お前は。だからお前をここへ呼び出したのさ。俺とお前誰にも邪魔されず最後の決着をつけるためにな。それで初めて俺は俺の正しさを証明できる。兄弟。兄弟か。懐かしい響きだ。その言葉を聞くと心の底から熱いものが込み上げてくる。だがもう戻ることなどできない。坂本龍馬として生きた男は二人いらない。
どうしてだろうな。今日はやけに兄弟が生き生きとして見えるぜ。ああ、俺にもわからねえ。お前とまた戦えると思うだけで心が躍る。待ってる間に若返っちまったようだ。後悔はなしだぜ、兄弟。忘れちまったな、後悔なんて言葉。来い、ヨマ、行くぞ、タケチ。
竹地半平太、覚悟！龍馬。だが、綺麗龍馬。俺を切って坂本龍馬という名を取り戻すんだ。あんた、言ったじゃないか。坂本龍馬は大宮で死んだと。だがあれはどっちが正しいかなんて俺はどうでもいい。それより俺にとってはおやっさんや兄弟が大切なんだ。兄弟の言う通りさ、俺はどこまで行っても自分の手が届く世界しか守れねえ。その程度の器の男だ。その言葉を聞いてよく分かった。むしろ俺の方が時代を変えられるような器じゃないってことかな。俺は力でこの国を変えようとした。だが序列や階級を打ち破ろうとしていた俺がいつの間にか序列と階級を利用し始めていた。そうなったら最後もっと大きな権力に使われる立場になってしまった。今となっちゃおやっさんの気持ちが痛いほどわかる。おやっさんの気持ち。ああ、時代を変えるには非常さよりももっと大事なもんがあったってことだ。大事なもん。愛さ、どんな苦しみがあろうと愛を最後まで捨てなかった人間だけが世界を変える。一年前土佐を抜けるとき、お前は無条件に俺を守るという道を選んだ。非情な道を選んだはずの俺の心は揺れた。お前の愛の前では知恵や策略は通用しない。そう悟った。あの時すでに俺は負けていたんだ。そのことに気づくのが遅すぎたかな。あんたにだって愛はあるさ。カツラに、もしもの時は俺のことを頼むって言ってくれてたんだろう。ずっとあんたは俺を守ってくれていた。ガキの頃からずっと。それがあんたの愛なんじゃないのか、兄弟。龍馬、兄弟も俺も一度死んだ。竹地半平太は土佐で、坂本龍馬は大宮で死んだんだ。一度死んだ人間同士、もうこれ以上血を流す必要はねえ。憎しみ合う必要もないんだ。だから俺は、あんたを許す。あんたは俺の兄弟なんだ、竹地半平太。
夜が明けるな。ああ兄弟、さあ行くとするか。てめえのケツぐらいてめえで拭かなきゃ死んだおやっさんに顔向けできねえからな。何をする気だ。父さんをぶっ壊すんだよ、この巨大な武器とかした土佐を。山内陽殿の手に渡す前にな。どういうことなんだ。俺はお前が新選組に入った頃から陽殿に使われるようになっていた。あの男は俺や幕府の勝倫太郎を使い、イギリスから武器や兵器弾薬を仕入れさせていたんだ。全てはある計画のためにな。この国に大戦争を起こすためか。いや違うんだ。山内陽道はこの国を、うわっ、うわっ、兄弟、これだから合子上がりは信用できんのだ。よっと竹千代、お前が裏切ることなど鼻から想定内のことだ。お前の考えを見破れんようではこの国の全員を騙すことなどできないからな。騙すだと。お前があの坂本龍馬か。いや、なかなかいい活躍だったぞ。大政奉還、あれは想定外のことだったが、結果的には非常に助かった。この国を傷物にしないで済んだのだからな。何を言ってる。あいつこの国を丸ごと売るつもりなんだ。イギリスに。何だと。言葉が汚いぞ竹地。教えただろう、売るのではない、イギリスの一部になるだけだ。国としての体は守ったままでな。同じことだ。あんたが狙う。